これまで無料だった新型コロナワクチンの接種費用が今月から自己負担になりました。国は秋冬にもインフルエンザなどと同じ定期接種を行う予定で、こちら対象は65歳以上または60歳から64歳の基礎疾患がある人です。気になる接種費用は原則有料で、厚生労働省は7000円を標準としています。5類に移行されたのは去年の5月、まだ1年も経っていないわけですけれども、はい、感染者数を毎日伝えていたのがずいぶん前のことのように感じますよね。そうですね。皆さんはコロナについて今どう感じているのか、街の声を聞いてきました。もうちょっとインフルエンザとか同じレベルですね。コロナだから特別に何かってことは考えてないですね。ほぼ風邪と一緒ぐらいでなんか、あの子コロナなんだってぐらいで、もう特に気にしたりもしない。マスク外してよくなってからはもう普通の風邪ぐらいの扱いかなと思ってました。年齢が年齢ですので気をつけて過ごしてます、ね、やっぱり外出するときはマスクをするように。どうなってるのかなっていうのをいろんな人に聞いてて、ちょっと一言だけ伺ってもいいですか。マスクしてないから、かかるっていうリスクは、減らないかもしれないんですけど、重症化するリスクが肺炎だったりとか、その高熱の期間だったりとかが減るのであれば、私は払うかもしれないです。意識的には本当にインフル、何か行事があるときにはインフルエンザみたいな感じでちょっと予防接種打っとこうかっていうぐらいの感じに、もう必ず打たなきゃっていう感じではなくなってはいます。やはり皆さんかつてのような警戒感はないなという印象ですけれども、ここまで1年弱の間、感染が拡大していないと考えると、正しく恐れることができていると言えそうですね。そうかもしれませんね。5類移行後実際の感染状況はどうだったのか、専門家や医療現場に取材しました。川崎市川崎区殿町のキングスカイフロントに構える川崎市健康安全研究所。日々食品や医薬品といった生活用品の安全性の確認のほか、新型コロナのゲノム解析などが行われています。新型コロナは5類移行後、毎日感染者数を見る全数把握から、川崎市内61の医療機関で週ごとにどのくらいの陽性者が出たかなどを見る定点観測に切り替えられました。市ではそれに加えてリアルタイムサーベイランスも実施。感染者数だけでなく性別、年齢なども毎日報告を受けていて、5類に移行した後も調査分析が続けられています。性別で例えば50歳代の男性の方の報告が多いとか、そういった情報もこちらで解析して入力していただいている医療機関に毎週還元をしております。やっぱり診療するにあたって、今どれぐらいの年代で流行しているかっていう情報を、診断の役に立てていただいていると聞いてます。こちらは5類移行後から先月末までをまとめたリアルタイムサーベイランスのグラフ。去年夏と今年初めに流行の波が来ているのが分かります。1医療機関あたりの感染者のピークは8月が 6.91 人、1月から2月にかけ 3.51 人でした。いずれの波も徐々に感染が広がり、緩やかに上下していて、下がってもゼロになっていないのが特徴です。コロナウイルス感染症は軽くなってきました、かかる人はあるけれども、免疫を持っている人も増えたんで、そんなにひどくなってないっていうのは、今の時点はそうは言えるんだけども、これがその数ヶ月後なのか数年後なのか数十年後かっていうのは、その歴史がまだわからないから、コロナは我々の中に一緒に今いるんで、その動きはやっぱり見ていかなくちゃいけない。川崎市健康安全研究所で先月まで所長を務めていた感染症専門家岡部信彦さん。インフルエンザなどと比べ、まだ発生して4年という歴史が浅い新型コロナ、データを取ることが今後のワクチン開発などにも重要になってくると話します。普通の生活をして大丈夫なウイルスには今なっているけれども、
そういうその見続けるっていうことを理解していただきたいし、まあ協力もしていただきたいし、それからもう何やってもいいんだっていうんじゃなくて、やっぱり感染症っていうのは基本的にやらなくちゃいけないっていうことは、まあ例えば手を洗うとか、必要な時にマスクつけるとか、具合が悪ければやっぱり医療機関に行くとかいうのがあることは、やっぱり普段の生活の中でやっていただきたいと思うんですね。実際の医療現場はどうなのでしょうか。こちらのクリニックでは、新型コロナの感染拡大が始まった2020年4月から発熱外来を設置。多い時には半日の診療で 4,50 人が来院していましたが、現在は10人から15人。その中で新型コロナと診断される患者は 2,3 人程度だといいます。お正月は明けた後にですね、一回やっぱりピークがあったんですね。結構それで人の流れがあったりとか、あとはクラスの中でも感染したりとかっていうところで、やっぱり1月2月は感染者が多かったです。でそれが今やっとこう落ち着いてきて、感染者の方が数がですね、一定今少なくなってきてるっていう状況ですね。コロナの感染拡大後、病院に行くのが怖いという患者の声をきっかけに始めたオンライン診療も、今では花粉症などニーズが広がってきているといいます。またこちらのクリニックでは、コロナワクチンの無料接種終了を受け、先月末でバイアルを長期保管するのに必要なディープフリーザーを返却。今後は予約を受けてからワクチンを準備する方針です。接種費については未定で、仕入れ値や周辺の医療機関とのバランスを見ながら決めるということです。重症化を予防するっていうワクチンなので、そもそもコロナのウイルスがこれだけ弱毒化してきたもんですから、やはり若い成人の方とか基礎疾患のない成人の方であるとかっていうとですね、まあ、果たして本当にどこまでワクチンというのが有効性があるのかっていうところになってくると思うんですね。で一方で基礎疾患のある方とかご高齢の方とかっていうのは、やはりまだ多少なりとも重症化リスクって出てくるわけですので、まあ、そういう方は今後もですね、秋冬に定期接種っていう形になってきますので、ぜひそういう方はですね、お受けいただいた方がいいんじゃないかなとは思います。岡部さんには何度も取材でお話を伺ってきましたけれども、まあ、その度に基本的な感染対策、それからワクチン接種の検討という話を聞いてきました。感染予防のためのワクチン接種ですが、自己負担となると、まあ、ためらう気持ちも多少ありますよね。そうですね。自己負担になった後のコロナの感染状況がどうなるのかも注目していく必要があると思います。